弱音のとこでわからないとこあるかな。いや、大丈夫です。確か田沼くんは接客業の経験あるって言ってたよね。はい、あります。じゃあ一回ホール出てみてもいいかもね。あ、はい、わかりました。スタスタスタ、店長。どうした？7番来ました。あー、ほんと。じゃあ接客は吉野さんに任せて、料理提供するときは髪の毛とかしっかり見てね。はい、スタスタスタ。よし、じゃあホール行こうか。あ、ん？今のって何ですか？あー、7番って人がね、うちのクレーマーなのよ。クレーマー？うん、よく難癖つけてくるから細心の注意払わないといけないんだ。あ、そうだ、君も一回見ておいた方がいいね。要注意人物だから顔覚えといて。あ、わかりました。あのカウンターの隅っこに座ってるのがクレーマーだよ。お父さん、僕のお父さん、この店の要注意人物クレーマー、僕のお父さん。背景お父様、お元気ですか？あなたはこの店で要注意人物になっております。クレーマー扱いされております。息子としてしっかり悔しいです。悔しいというか恥ずかしいです。恥ずかしいというか情けないです。情けないというか愚かです。愚かというか止まりません。お父さんを揶揄する言葉止まりません。背景お父様、お体に気をつけてお過ごしくださいませ。よしお、あの7番が来たら最初接客しなくていいから俺に言ってね。あ、あの7番、7番っていうのはどういうことなんでしょうか？あ、7番っていうのはね、うちの店はトイレのことを3番って言ったり、トイレ掃除行くことを5番って言ったり、雑巾は6番とかあるんだけど、7番はもともとなくて、でもあの人のことをクレーマーとか嫌なおっさんとかそういうの言ってたらあの人にバレちゃうかもしれないから7番って呼ぶようになったんだ。背景お父様、7番になっております。あなたはクレーマーすぎてインゴになっております。トイレは3番、あなたは7番、みんなが陰で呼べるように7番となっておりました。悔しいです。恥ずかしいです。背景お父様、お体にお気をつけてお過ごしくださいませ。ほら見て、牛丼に紅生姜めっちゃのせるでしょ。ほんで結構残したりするんだよ。あれカメラ回ってないだけで迷惑系 YouTuber と一緒だからね。背景お父様、あなたは迷惑系 YouTuber と一緒でした。カメラが回ってないだけの意味わかんない迷惑系 YouTuber でした。僕は悔しいです。背景お父様、お体にお気をつけてお過ごしくださいませ。おい、はい、追加で頼むくれ。背景お父様、びっくりしております。お父様のこんな一面見てびっくりしております。店員へのその傲慢な態度、荒々しい口調には引かざるを得ません。背景お父様、もうお体にはお気をつけずにお過ごしください。チャンネ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 登録者チャンネ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 登録チャンネ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 チャン